ぽいね。これ何cc ぐらいあるんですか？すごい車ですよもうね。いやーすごいね。こんなバネが入ってまんのか。そうですね。すごいですねこれ。これは市販品じゃないんでしょ？いや、その初めからですか。これ初めからあのメーカーが作ったやつですか？そうです。どうですか？こんなこと、こんなバイクありましたか？初めて見ましたわ。いやー。240。うん。メーター。メーター240するんですか？うん、え、本当ですか？280やったで。いやー。見てみよう。これ。240。これ、これ。見てみよう。これ。すごっ。もうレーシングカーじゃないですか。ね。900やもん。ほんで、ハイヒロ900？もう車やん、1200言うたら。あれで何倍言うたん？ 100 何万言うたで。100だ、これならどれぐらいしまんのか。これで200万かな。ほな、車が2台買えますな、これ。買えるよ。へぇ、これも240あるんですか？あれ、180。なんでですの？あっち、こっちの方が。あれでも480。こっちの方が、しかし、あの、1200でしょ？うん。1200でこっちは180。うん。あれ240。あれ900で言わなかったですかあれ。900で240。うん、いやー なんか違うんですかね。いやー。マフラー見てみな。マフラー4本中だけ。マフラー。マフラーこれ。IP これ。4本あるんですか。4気筒直とこれ。え？4気筒直ですか。うん、すごいですね。ラジエーターやもんね。見てもこれ。こんなもんいるわんのか。これいるよ。いや。車の気温と一緒やんか。なあ、普通のあの車の気温でも350、今600か。ああ、660か言うとるけど。去年の900やもん。ああ、すごいね、これ。だからあるやん。これはホンダや。これホンダや。これのかっこいいな。これ川崎や。目が違う。これも川崎や、これも。ああ、これよりもこっちの方がかっこいいな。うん。川崎もね。これも川崎？これもかっこいいな。これもかっこいいな。これはどこやろ？エステ書いてあるけど。あ、鈴木や。鈴木や。鈴木って K じゃなかったんですか。うん、鈴木があるよ。単車。バイクあった。ホンダはやっぱ一流や。ホンダは昔からあるからね。うん、あ、株は乗ってましたけど。昔は川崎の方が上や。川崎上ですか。うん。あれ見てみない。かっこいいな。1200。お父さんどれ乗ってんの。え？どれ乗ってんの。あれ。え？あれ。お父さんあれ乗ってんの。すごいなこれ。これがじゃあなんぼで？600万。そんなへんよ。え、そんなへん。これも4本あるじゃないですか。ほんで水冷。はい。すごいねこれ。いや、わしら、え、わ、名古屋から来てんの？名古屋。いや。どこだけあったの？わし大阪。大阪。いいね、これ。はい。お父さんは映してええかね。え？お父さんも。ねえ。ほんでさ、名古屋、あの名古屋から来てはるけど、どれぐらいが時間かかるんですか？名古屋もね、1時間、あんな10時間、東に面半みたいな。飛ばすんやろな、こんなに。これ大阪や。はぁ、すごいな、しかし。こんなところで全然わしら初めて見るけど、こんなことになってまんのか、ブレーキが。へぇ、これが 1200cc やて。川崎。川崎です、川崎。はい。すごいバイクですよ、これ。かっこいいね。おお、ほんで、これ、あの、ホルダーが出てるんだよ。スマホホルダーが。で、バイクのメーターどこだって、あそこか、メーター見られへんか。メーターがね、そこ、ああ、見れんか、メーター。すごいんですよ、水冷4気筒ほんで 1200cc、 何ぼやった、何百万かするやつね。川崎かっこいいね。バイクは川崎こんなかっこよかったん。これは鈴木だそうですよ。かっこ悪くはないけど。ね、これがホンダ。
これは4気筒、この手前がこれ2気筒かね。2気筒やな。続きは2気筒。で、これ4気筒。何しに行くかわからんな、これ見ても。で、これが 900cc とかね。900cc で、Z の900。あ、あれでわかるのか。Z の900、なんかわからんの、これ。CB400 で 400cc でこすかね、これ。そういうことやろね。これ何 cc な。わからんな、これじゃ。わかりませんわ。あら、すごいわかったね。もう見た感じが。川崎。これが旧屋、これも名古屋かよ。名古屋来てんの。あら、すごいね。